はい、ロック福田のレトケン魂。今日ははい、シチズン本社にお邪魔しております。懐かしい感じですね。何の目だろうね。はい、今日はなんとなんとなんと、はい、この前発表されたばかりのレコトライブのまた未発売のあれが見られるそう、はい、たっぷりとご紹介したいと思います。じゃあ、はい、行きましょう。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。井上さん、デザイン担当されている、よろしくお願いします。よろしくお願いします。両側から今日はいろいろお聞きしちゃう感じですね。そうですね、はい、でこれがエコドライブの最新作。そうですね、エコドライブ365、はい、365っていうのはこれ365日動き続けるという意味ですね。そうですね、はい、エコドライブについて、うんうん、これは1974年でしたっけ、プロトタイプが出てくるのが。そうです、はい、で76年に世界初のアナログ式の光発電時計、はい、クリストロンソーラーセルです、ね、はいはい、が発売される、はい、でポイントは要するに電池交換が不要で、はい、まあ、廃棄物が出ない、はい、非常にクリーンなものだよという、はい、いうことですね、はい、で、95年にフル充電で6ヶ月駆動すると、はいはい、でこれがついに、まあ、365日そうですね駆動すると。最初のうちってあれソーラーパネルみたいな、うん、そうですね、そのままダイヤルに使ってたじゃないですか。そうですね、太陽電池 の、あのそのセル自体をもう見せるという形 で、ね、うん、そのソーラーセルを隠すというものがあって、はい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 、で文字盤の下に、うん、あのソーラーセルが今隠れていて、うん、で文字盤は光を透過してですよ、ね、ソーラーセルに光を当てて充電するというのが、うん、今あの主流になってます。ですね、だからこれ見ると、うん、まあ、こうキラキラキラってなってるけど、はい、実は光を透過そうですねさせてると。で下のソーラーセルも見せないような処理をしてる、うん、光は透けさせたいんですけど、うん、ソーラーセルはつけさせたくないというところが一つあのポイントになります、ね、でもデザイナーとしてはだからそのいかにそのちゃんと透過できる、はい、あのそのダイヤルを選びつつ、はい、そうですね、透過してないように見せる。そうですね、難しい、ね、腕の見せ所ですね。そうですね、あの透過率と我々言ってるんですけど、うんうん、何パーセントを透過させて、うん、あの光をあのソーラーセルに届けないと、はいはい、あの充電がちゃんとできないよというものがありまして、うん、そこの数値との戦いみたいなところはあります。なるほどね、はい、これポイントはやっぱりそのなんだろうな、本当にあの名前の通り非常にエコだというところですね、はい、そうですね、今の時代ですね、はいはい、こうクリーンなエネルギーっていうのは、はいはい、まあ、電力不足のことも言われてますし、はいはいはい、スマートウォッチとかは充電しなきゃいけないとかいうこともあって、うん、これはもうあのスタンドアローンで、はい、もう自分の中であの発電して、うん、まさに365日の秒針も止まることなく動き続けるというのが今回の一つのモデルのポイントになると思います、ね、だからその1年365日動き続けるっていう意味、今365っていうのがだから、はい、まあ、ある種 の、そのシチズンが目指してきた究極の一つってことなんでしょうね。365日止まらないよ、ね、っていうことですもんね、はいはい、通常の生活ですと、はい、まあ、どこかしらで光は結構、ね、そうですね、そういうことであれば、うん、あの充電は重ねてされてますので、うん、通常の生活をする上では止まらないということですかね、うん、なるほど、一回フル充電しちゃえば1年動くわけだから、そうですね、またその1年の間のどっかでフル充電できればいいわけですもんね。そうですね、そうかそうかそうか。で、まあ、1973年のモデルがデザインソースということだったんですけれども、はい、これがオリジナル。そうですね、はい、ですね、1973、ちょうど50年前のモデルになるんですけれど。あ、そうかそうか、ちょうど50年か、はい、うん、どうしてその1973年のモデルが選ばれたんですか。そうですね、あのまずあの50周年という、まあ、こともあったんですけれども、うん、はいはい、あの我々の過去の時計っていうのはあの欧米のデザインをこう真似て、はいはい、よく言われている角足のデザインみたいな形で、ははは、あのデザイン的にもあのオーソドックスなものがあったんですけれども、うん、まあ、70年代ぐらいから我々シチズンのデザインっていうのはかなりあの挑戦的に、まあ、はい、チャレンジしているということと、はい、あと技術的にもこれクォーツの初めてのモデル、正確に言うと2番目のモデル、まあ、数ヶ月遅れですけれども、うん、まあ、最初期の、そうですね、はい、ゲッサー5秒というかなり精度の高いモデルで、はい、
我々こういろんなことでチャレンジしてきたとかオリジナリティみたいなものがこのデザインにも詰まってると思いまして、でちょうどこのモデルというのは文字盤を見ていただく と、はい、試金石というブルーゴールドストーンというものを使っているんですけれども、なんかキラキラしてますね、はい、綺麗。16世紀にイタリアの職人さんベネチアのガラス職人さんが偶然溶けたガラスに銅鍋を入れて、はいはいはい、でそれが溶けてこのようなものができたというのが本当にキラキラだ。こんな感じ、こんな感じ、なんかちょっとアベンチュリンみたいな、ね、感じですよね、うん、これが、その元になってこれになるのか、うん、そうですね、そうですね、これか、それとよく似ている親子ちゃんみたいな、なるほど、デザインは本当にちゃんとこう踏襲してる感じがしますね。そうですね、この時計っていうのはわずかな光で動き続けるとい う、はい、こう光を感じていただきたいという思いもあって、はいはい、夜空に星が輝いているような、はいはい、そういう光をちょっと感じていただきたいという思いもありまして、あと新しいモデルの方 の、はい、ルビーはカボグロンって言って、ラボで、はい、こちらは天然石だったんですけれども、ね、オリジナルは、はい、なるほど、今ラボグロンもいろいろすごいですよね。そうですね、はい、であれ3型あるんですね。ですね、はいはい、こちらが限定 の、 はい、モデルになりまして、はい、通常モデルが黒いモデルと白い、あ、こちらは限定の、はい、まあ、特別モデルで、はい、これが、レギュラーモデル、ブラック&シルバーの中ですね。ですね、これも真ん中はキラキラしてますもん ね、 ね、そうです。こちらのダイヤルっていうのは、まあ、これを再現されてるみたいですけれども、そうです、これはラッカー樹脂に、樹脂、あ、これも樹脂なんですね、はい、へえ、そうなんだ、すごいすごい、樹脂にラメをこう混ぜ込んで成形したという形になります、うん、これサイズ的には何ミリになるんですかね。 42.5 ミリ、こっちも同じですもんね、色が違うだけで、はい、そうですね、まあなんかいいな、これ私も失礼します、はい、こんな感じ、どうだブラックかっこいいですよね、その文字盤がめちゃくちゃ引き立つというか、古くてかっこいい、うん、なんかこれもちょっとでも金属の塊っぽい感じが、この、この両線の、あ、ここの最初のつながってるとこですね、ここ面白いですよね、これね、そうですね、オリジナルのモデルが革専用のモデルでしたので、はいはいはい、今回メタルバンドをしようということで、はい、12時6時にセンターにピッと両線が入っていまして、はいはい、これがこう 山の斜面のようになって、バンドというのは円筒面といいまして、うん、6時9時側にこう R がかかっていつながる、はいはいはい、でこのケースとバンドをうまくつなげるところをこう工夫したというか、うん、このデザインでいいポイントとならないかということで、うん、その先端の部分ですね、なるほど、なんか今それがあることでおしゃれにも見えますね、うん、うん、1973年この子が、まあ、現代にまたアップデートされた感じで、はい、でも他のこのモデルはモノトーンなんですね。なんかこれは何か意図があったんですか。そうですね、 E365 が、はい、わずかな光で動くということで、この光を感じていただきたいということで、うん、真っ暗な時計の中に文字盤のこの光を感じてほしいと、この光で時計が動き続けているということを、ぜひ感じ取っていただきたいという思いもありまして、うん、黒いモデルというものを作ったところがあります、はい、なんかね、このモノトーンにしたことですごくなんていうのかな、モダンで都会的な感じに、はい、なんかどんなファッションでも合わせやすそうですよね、うん、限定の方はやっぱりこう70年代風っていうのがやっぱり色濃く感じてくると、こっちはすごくなんだ、現代的にアップデートされてる感じがありますよね。そうですね、でこっちはこっちで素敵だけれども、うん、なんかこう、うん、それぞれいいですね、うん、よく見ていただくとシルバーだけじゃなくてゴールドとか赤とかブルーとかにも光るんですよね、うん、あー、なるほどね、出た出た出た、このあー、キラキラがですね、キラキラが、ほんとだ、これは綺麗ですね、やっぱりちょっと天の川的な、そうですね、はい、澄んだ星空のような、でこれキラキラでありつつでもちゃんと光は透過してる、そうですね、じゃないと動かないですね、そう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 、そこは
難しかったとか。そうです。なるほど。なるほどね。これはだから、発売はいつになるんですか？まだ正確には決まってないんですけれども、はいはい、今年の秋を予定しています。そうなんですね。もうでも、間もなくというか、数ヶ月先ですね。なんかまだ発売前なんだよ、特別に見せるんだよ、みたいな話だったんです。じゃあ、僕ら随分早く見られちゃう。うふふですね。はい。おおよそどのぐらいのお値段になるとか、ちょっと決まってるな。どうなんですか、気になりますね。一番、向かって、で左になるんですかね。はいはい。ツートモデルのものが58,300円。あ、でこちらを63,800円。なるほどなるほど。ね、あれこちらも限定がちょっと高くなるんですけど、はい、11万円となります。はいはいはい、でもこれ6万円ぐらい。そうですね。なんかですね。お安いお安いっていうことも嬉しくなるお値段。そうですね、はい、やはりこの新しい E365 という機能を多くの人に使っていただきたいという思いもありまして、これすごい重要だって。それなかなかいいですよね、うん、さっきからいじってるけどこれ、個人的に欲しいもん。これ、まあ、手に届きやすいお値段は見えないよね。全然見えないですね、うん、これ本当なんか気に入っちゃったんだけど、でもなんか若い人とかにもつけてほしいよね。マルちゃんだったら どんな感じにおすすめしたい？何でもこれ合いますよね。何っていうんだろう、なんかでもほらエフォートレスなスタイルにももちろん合いそうですし、スーツにも合いそうですし、オンでもオフでもね。失礼な言い方なんですよ、おじさん臭くないから、若い方もさっと取り入れやすいんじゃないですか。そうだよね。で価格的にもね、だから本当にフレッシュマンとかでも、ね、大学生とかでもね、そうですね、バイト代で買えたりする、頑張っていただければ、はい。でもなんかほらこのやっぱりダイヤルってとってもすごくポイントになってるので、地味すぎず派手すぎずすごくいいですよね、うん、なんかこういうのしてる若者なんかいいな、爽やかな感じで、見る目があるなお前みたいな福田さんにそうやって褒めてほしいですし、いいと思うけど、はい、いやでもいいですよね、なんかさらっとつけていただきたいですね。ねえ、ということでね、まだまだお聞きしたいこといろいろあるんですけど、そろそろお時間と、はい、あら、でもこれ秋ですよね、発売すごい楽しみですね、はい、今からねえ、もうなんて、僕なんかその真ん中の黒いのを本気で買おうかなみたいな思っちゃう。銀座のね、いつものね、ところに見に行こうかしら、七人さんのほら。そうね。で、これ今回ほら、まあ、73年のモデル、はい、オマージュして、はい、登場したという、はい、で、僕らね、ここ何度もお邪魔してて、チラチラ見てて、いやすごいんですよ、赤い子が。そうで、シチズンって本当にいいデザインがたくさんあって、今後もこういうなんか70年代、80年代、90年代のデザインを、はい、そのデザインソースにした、はい、なんかこう、アーカイブを掘り起こした、はい、あれが出たのかみたいなのがどんどん続くと嬉しいななんて個人的に思うんですけど、デザイナーの皆さんにお願いしちゃおうかなみたいな個人的なところがあります。そうですね、はい、できればそのままの復刻ではなくて、復刻ではなくてもちろん進化させて、そうそうそう、何か時代に合う時計というものを提供できれば、うんうん、そういうところをね、はい、シチズン好きの私としては非常に期待しちゃいます。次回もまた、このねミュージアムから何かとっておきのものがご紹介できればいいなとか思ってます、はい、ということで、また次回も見てくださいね。じゃあねー。